人が霊物の領域へ侵入する行為は罪となる。人類は繁栄し、建造物が乱立し、元ある霊物の領域が曖昧になってしまったため、気づかぬところで罪を犯してしまうことになる。本来訪れるはずの次の日は、霊の力によって次の日という呪いの言葉にねじ曲げられてしまう。ほう。え？どういうこと？はい、どうも、鈴木です。今回はですね、この次の日というゲームをやっておうかなと思うんですけども、このゲーム、横スクロール型っていうのかな、ただただ歩いていくだけでいいらしいよね。なんか探索とかあるのか分からへんけど、ただただ横に歩いていくだけのホラーゲームらしくて、やっていこうかなと思います。はい。ちょっとよく分からへんけど、何種類かあんのかな、パターンが。あ、第1話とかあんや。日常侵食リアルホラー、次の日。学校帰りの男子中学生。いつもの、帰宅路で妙な怒気を感じ。じゃあ第1話やっていきますか。ストーリー性なんや。初めから。え、何これ、どういうこと。文字送り、歩行。ああ、まあまあ、これは、だからほんまにこれしかないねんな。2つしかない、操作が。矢印で動くか、A ボタンで文字を読むか、しかない。これが主人公ってこと。あ、ちょっと待って。あ、ほんまに、歩くことしかできん。腹減ったなぁ。これほんまにあることしかできん。マジで早く帰ろうと。右行けへん、これちなみに。左しか行けないです。で、歩くスピードとかも帰れない。別に特に何もできない。え、何これ、何この、あれ顔やん。一瞬なんか映ったな。でもただほんまに歩くことしかできない。ほんまにこれしかできない。ほんまに左に、ただただ左に歩くことしかできない。今なんかでもおったな。次の日。あ、これが次の日から次の日になっていくってこと。なんか言ってたよな、霊物がいる領域はお菓子はならない。でもなんか道路とか建物が立ちすぎて、その境目が分からなくなってる。いつの間にか踏み込んでるかもしれないみたいな。なんかだるいな。風かな。え、ほんまにじゃあずっとこの何日も同じ道を歩くだけってこと。え、このひたすら工事現場から謎のこの家の前、そしてさっき顔があった。めちゃくちゃ近づいてきてる。いる、いるよ、そこに。そこにいるんですけど、います、後ろ。でも気づかへんか、こいつは。あ、気づかへんかった、こいつ。学校帰りってことやな、多分。毎回毎回次の日。え、これほんまにこの感じで永遠に次の日、次の日、いつの間にか次の日になってるってこと。これ多分工事現場やな。え、あ、びっくりした。もう主人公おらなくなったんかと思った。ただまだそんなに。え、あ、びっくりした。なんか頭痛い。同じ学校の人かな。こう鏡とかも怖い、このガラスが。あー、やっぱ来たー、やっぱ来たー。なんかそろそろ来そうやな、表で、あそこから。え、ちょっと待って、柵がない。おい、柵なくなってんぞ。あれ、柵なくなってんな。変なの。変な、え、柵変なの。お前、それの、その一言で終わらせんの、この状況。変なので終わらせられんや、こいつ。あ、すごいな。あんま疑問持たへんや、そこまで。変なので終わんやな、こいつ。どうなってるのとかならへんや。変なの。変なの。あ、そうなんや。その一言で終わらせるのね、あそこは。この工事も一向に進んでないな。肩が重い。肩が重い。
頭も肩も重いって言ってたら来るか。おー、なるほど。なるほど。で、カメラ目線やねん、こいつ。なんでこいつカメラ目線やねん。しかも、子供っぽいな。うん。いる。目やってるよ。え？え？え？主人公どうなったん？次の日。ああ、変わってきてる。次の日。結構木からグーゴリ押したな。うん、結構ゴリ押したな。木いく。何これ、何これ。もしなんか主人公もおかしなってるやん。ん？何これ。うおー、なんか大型巨人みたいな出てき方してる。あ、ガラスも割れてる。こーわ。ちょっとこー怖い。目が怖い。目がめっちゃ怖いねんけど、これ。このガキ。主人公は、どうなってんの今、それ。ずっと口開けて上向いてるけど。え？何？何？何？終わった。あ、こういう感じなんや。あ、なるほどね。これが第1話なんや。日常侵食、侵食、侵食、いや、ちょっと、なんや、こいつ急に。よっしゃ、こっち見てきてんねんけど。めちゃくちゃ目合ってんで、今。あの主人公どうなったんやろ。え、主人公どうなったん。変化してってる。じゃあこっち行くか。次の日第2話。部活帰りの女子中学生、いつもの交差点で異様な視線を感じ。なるほどね、短編って感じなんかな。何の声？あれ、振り向くがある。あ、横にも行けるようになってる。今回は大きな音が鳴りますので音量にご注意ください。このゲームをプレイしたことにより心霊現象を引き寄せてしまう恐れがありますが、当方では責任を負いかねますのでご了承ください。じゃあやめよっかな。やめろ、その何やったっけ、そういうさ、あの何効果ってんてっけ、あれプラシーボ効果ってやったっけ、ちょいちょい出してくんの。え、何これ、え、どういうこと。あ、ミラーに、これ自分んなわけないよな。なんの声、何？あ、来た。これが次の主人公が。今日部活きつかったな。で、この主人公さ、さっき、早く帰ろうと。さっき男の子とすれ違った女の子っぽくね？なんか、そうっぽいよな。これももう戻ることはできんのか。ほう。まあまだ一周目なんで。びっくりした。何や、これぶっ飛ばすぞ。え？え？え？
誰か呼んだような。あんま見ん方がいいぞ、あんま見ん方がいいぞ周り。なんかツーショット、なんかツーショット、ツーショット撮られてんぞ今。気のせいかな。あ、ミラー越しには見えてないのね、あなたは。くすんだりの。うわーおー、うわーおー、そんなとこに隠れていたとは。なんで気づかへんやろ女の子。まだ霊感がないんかな、まだ見えてないってことかな。次の日、またまあ同じ道を通るってことですな、これ。鏡来るよこれ。ほらほらな、もう分かった分かった、もうそのパターンじゃ驚かない。あ、もうそのそんなそんなそんな鏡ごときじゃ驚かないですよ。もう そんなキュッの高速に動いたところで、うん、全然もう怖くないんで、はい。で次またファッてパッて画面出てくるでしょ、あなた。ファッて来るんちゃうお前、来いよ画面ファッて。あれ、おいー、これまた後ろ振り向くと誰かいるの。こう、まあ、見渡して、誰もいない。うわ、そこかい。何あの子、女の子こっち見てる、気持ち悪いな。なんかこの主人公たちってあんま恐怖心、恐怖心は一応あんのかな。早く行こうと、変だなとか、気持ち悪いなだけで終わらせられんやな。うん、やっぱ追いかけてきてる。あ、手前出して歩くタイプなんや。ああ、やっぱだん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 次の日が空っぽくなってきたよ、木が。あ、待って、そこのガラスに血の手の跡がついてる。あ、気づかへんの。うわー、壁が、壁のシミが、無限のハンドみたいに出てきた。昨日の子もういないよね。あ、そこのさ、指名手配っぽいさ、写真のところも黒くなってる。よかった。そろそろ来るんじゃん。え、なに誰かいるの、誰かいる。んなわがな、さっきまで私しか歩いてなかったのに、いるわけないよね。あのコーンが、うわー、びっくりした。なんなのよあんた、来ないでよ。ひ、囲まれてるってことこれ。囲まれてる。そんなことある、囲まれてんねんけど。え、どうなった。あ、やばい、次これ気がやばい、気がやばいんちゃうこれ。なにこれ、ここどこ、なにこれ、体が動かない、助けて、誰か助けて。あ、これ待って、ミラーに入ってるんじゃないの、これミラーに閉じ込められたんや。あー、そういうことか。やばい、次がやばい、そろそろ来るんじゃないか。空が、お、ん、ミラー越しにいるってことあいつが。どうしよう、
まさかずっとこのまま？誰か気づいてる。あ、もうどん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 日にちが進んでってんじゃん、これで。このミラーに閉じ込められたまま。ずっと見てくんねんけど。何あの子、だんだん近づいてきてる。だんだん近づいてきてる。うお、急に来た。急にグが来た。さっきまでキーやったのに、もう正面まで来てる。な、何？何持ってるの？何持ってる？岩？割るつもり？あ、割られた。怖い怖い、もうその目怖い、その目怖いね、その目怖いね、その目怖い。あ、どっか行った。割るだけ割ってどっか行きよったんやけど、あいつ閉じ込めて割るだけ割ってどっか行きよったんやけど。何？びっくりした！いやねん、こいつ！何がしたいねん、こいつ！びっくりした！あ、完璧になくなっちゃってる。あら。日常侵食リアルホラー次の日第2話。これ第何話ぐらいまであんやろ。でまたタイトル画面に戻ってきた。おい、変わっていくんや、このタイトル画面も。じゃあ次第3話やりますか。日常侵食リアルホラー次の日第3話。学校帰りの女子小学生つぐみ、いつも入れ違いで買い物に行くお母さんが失踪し。あれ、この小学生ってさっきの、お、中学生の子。え、次からってどういうこと？え、俺初めてないけど、初めからやんだこれ。あ、歩行見上げるが出てきた。次、さっきの中学生の子と入れ違いで最初あれしたよな。大きな音が鳴りますので音量にご注意ください。未成年児童が危険な目に遭う演出が使われていますが、このゲームに危険思想を推奨する意図はありません。皆様のご不幸をお祈り申し上げ。ご不幸、そんなものお祈りをするな。序章？急に？何そのスタンス。エピソード1序章、なんや、急にテイスト変わったな。序章第3話序章ってことか。やっぱさっきの女の子っぽいよな。なんか雨降りそう。雷の音してる。アジサイが咲いてるってことは6月とかかな。あ、お母さん？これが。つぐみ、おかえり。あ、それで上を見上げるのか。なるほどね。お母さん、買い物に行ってくるから。まっすぐ帰るのよ。なるほどね。はーい。元気がいい。テーマ投げて。お母さん、気をつけてね。なるほどね。ここで入れ違いになるんか。晩ご飯なんだろう。雷すごいけど、お母さん傘持ってなくね。早く宿題済ませちゃおうと。おーい、いるね、なんか後ろに、向こう岸に。
雨が降ってきた。降ってきちゃった。ダッシュ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 。濡れるぞ。お前しかも半袖やんけ。風邪ひくぞ。これ次の日？次の日。でまだ序章やもんね。これまだ序章やからどうなるんやこれ。次の日ってことはお母さんが失踪したって言ったから。今日のやつなんだろう。いや一応帰ってきたんか。まだか。お母さんのケーキがいいな。服装変わってるしちゃんと次の日になってんな。あお母さんや。おかえり。お母さん買い物に行ってくるから今日もか。まっすぐ帰るの。今日もですか。ん？どうした？お母さん買い物バッグは？ああ確かにちゃんと持ってるわよ。ほら。え？いや持ってないですけど。早く帰りなさい。お母さん持ってないですけど。お母さんなんか変だったな。買い物バッグ持ってないやん全然。ご飯の用意大丈夫かな。帰ったらおやつ食べよう。持ってると思い込んでんのかお母さん。今日雨降ってないな。あ？しかもお化けも出てこないんかったぞ。次の日こうお母さん帰ってきたんかな昨日。ゆうべのご飯お父さんが作ってたな。ああ。あれお母さんは？お母さんどうしたんだろう。あれもしかしてお母さん帰ってきなかった。心配だなお母さん。お母さんいるよそこ。お母さんいるそこ。あれ？今お母さんいなかった。気のせいかな。お母さんもなんか一番最初の男子高校生みたいな感じでおかしくなってたな。お母さんおやつ用意してくれてるかな。いつも通りだといいな。え？お母さんどこ行ったん？しかも消えたし最後。ん？すぐあの日へ。すぐになった。具になった。急な具になった。今回でもあんまりお化け出てこないぞ。なんか全然出てきてへん。やっぱ雨降りそう。ん？雨降ってきた。雨降ってきたぞ。お母さんどこ行っちゃったの。あ、やっぱ昨日から消えちゃったんや。失踪したんや。お母さんのご飯が食べたいよ。寂しいよ。お母さんいる。お母さんが。お母さん知らん人がいる。横にお母さんと知らん人がいる。不倫？不倫かもしれん。ちょっとなあ、ドクロのマークついてた T シャツ着てたぞ今。そっち系の人とお母さん不倫してるかも。
え、どういうこと？異変？ちょっとこれ、これなんか幅的に F 悪くない？幅的にめちゃくちゃ悪くない？急にこれ幅的にボリュームエグいんちゃう？これ異変。第1話と第2話何やってん？何の音？あ、次そっちから。なんて、めぐみちゃんっつってる？お母さん？お母さん？お母さんの声？え？お母さんとお父さんか、これ。お父さんと主人公か。お母さんすぐに帰ってくるさ。つぐみ置いてどっかに行っちゃうわけないだろ。お父さんお仕事あるからあまりお迎えもしてあげられないけど、お母さんが帰ってくるまでの辛抱だからな。だから元気出せ。なるほど、次はお父さんと帰るっていうパターンか。降ってきたな。よし、家までお父さんと競争だ。いいよお父さん、よーいドン。ずるいお父さん。お父さんの走り方独特やな。右手だけ前に出して走ってったわ。独特なお父さんやな、走り方が。次の日、またお父さんと帰るのかな。あ、お父さんと帰ってる。お母さんのことを警察には届けてあるから。ああ、行方不明届みたいな。すぐにおまわりさんたちが見つけてくれるからな。お父さん明日は仕事でお迎えできないけど、つぐみは一人で大丈夫だよな。まあ今まで言うて一人で帰ってきてたからな、一応。何、なんかおるぞ。誰やこいつ。警察か。ご苦労様です。多分警察じゃない。あ、待って、上顔上げるの忘れてた。あ、ガムシしてもうた。あ、やばい、やらかした。やばい、ガムシしてもうた。切れてる警察が。やばい、無視してもうた。今警察絶対切れてた。なんか今上に上げるっていう動作あったけど、ちょっと無視して左進んでもうた。あー、絶対切れた。あの警察絶対切れてるわ、怖。あれ、お母さん、どういうこと。お母さんがいなくなってつくみも寂しいよね。だが安心しろ。だが安心しろ。これからは俺がお母さんだ。ちょっと、え、ガールズトークだって頑張るぞ。なんかおかしくなっちゃった。しかし俺もこういう格好初めてだよ。似合うか、つぐみ、どう思う。お父さん可愛いね。お、そうかい。お父さんがおかしくなっちゃった。でももうお父さんじゃないよ。お母さんって呼んでね。いや、もうお父さんでいいや、別にそこは。は？はは。はい、ちょっと待って。さっきのこの前の警察や。おい、あんた何してんの。娘と夕食の買い物ですが、何か。デリケートな問題に首突っ込むようだけどね。ん？変な事件起こすなよ。はい？ いや、その格好したらそう思われるよ。しゃあない、しゃあない。何言ってんだろ、あの人。いや、もうその格好したら、もうさすがに消すのちょっと注意しなあかんなってなるっしょ。
意味わかんないね。怖いね、つぐみ。お父さんがおかしくなっちゃって、その異変に気づやっぱ感じ取ったねって、やっぱり。でも昨日警察無視しちゃったからな。昨日何やったんやろ。次の日どうなんのこれで。お父さん今日もお母さんの格好してんのかな。いや、お母さん今日もお母さんの格好してんのかな。もう意味がわからん。頭おかしなってる。お母さんね、女としての魅力ってやつに気づいちゃったみたいなんだ。芸能界見なそうと思うんだけど、つぐみはどう思う。ちょっとなんかいいんじゃないっていうか、こんなに可愛かったら そこおりちゃうでしょ。うーん、なんだか力がみなぎってきちゃった。頭おかしくなってきた。お父さんが目指すアイドルみたいなって、その鳩何。お前さんこんにちは。ひそかみたいな喋り方しやがって。いい度胸だこの野郎。いい度胸だこの野郎。拳銃じゃないですか、お前さん。かっこいいな。本来なら問答無用で連行するところだが。え、ちょっとそのスカートをまくってみせろ。どういうこと。え、何見せられてんの。ちょっと待って、何を見せられてんのこれ今。そして今日のところは勘弁してやる。そしたら今日のところは勘弁してやる。これをめくったら許してくれるんですね。そうだ、いいからめくるんだ。なんか隠してんのか。子供が見てるのに。何してんだよ。その汚いの島でさっさと行けよ。もう家から出てくるだよ。全然意味が分かんない。え、どういうことで。お父さんだけかよ。ええちょっと待って、ほんまにわけがわからん。なんかお父さんの顔おかしくない。どういうこと。何が起きてんの。何が起きて何を見せられてんの。なんか来た、グーになった。めちゃくちゃ強制的に来た。急なグー。ちょっと何を見せられてんじゃんこれ。分からんぞ。なんかお化け以上に怖いもの見せられてるかもしれん、もしかしたら。あ、もう意味が分からんわ。あ、頭おかしくなっちゃったんや。今日はすくみずに挑戦だ。つぐみとお揃いのランドセルにしちゃった。死ねばいいのに。ドチャッキュすぎる。だからいるぞ不審者。ほら、子連れの変態、警察をなめるな、不審者注意。何これ、聞こえてるよつぐみ。お母さんは地獄耳なんだ。自分への悪口だけは絶対に聞き逃さないわよ。何ってマジでふざけんなよ。公然でなんて格好してんだ、やかましい。何が起きてんの。この俺を捕獲できると思っているのか。何が起きてんの。国家権力には屈しないぞ。何や、今日は雨が降ると思ったから水着を着てるだけだ。撃てるものなら撃ってみろ。1億万倍返しにしてくれるわ。何してんの。撃ってるし、しかも警察も。ひー、おじいちゃん、ちょっと聞きたいんだけどね。この人は君のお父さんなの。
違います。誰？じゃあお母さんかな。違います。あれどっちかな。お父さんかな、お母さんかな。わかんない、わかんないです。意味がわかんない。つぐみがお父さんだと思った人がお母さんで、でもお母さんはまあ別の人で。え？この人何なの？うん、ありがとう。何何？貴様どういうことだ？この子は貴様が親じゃないと言ってるが。それ誤解です、お巡りさん。これは幼女誘拐も視野に入れなければいかんな。ちょっと署までご同行願いましょうか。誤解よ、誤解なのよ。全然意味が分かんない。え、何これ。なんかお化け的な怖さじゃなくて、なんか人間的な怖さがあるような気がする、これに関しては。でもただの変質じゃないですか、こんなん。お父さん連れて行かれちゃった。いや、お母さんが連れて行かれたのか。てか、あいつは一体何なんや。え？で、あの上の鳩は何？不審者注意。子連れの変態。警察。ちょっと待って。でもお母さんがいなくなって、お父さんが頭おかしくなったってこと？最初お母さんの真似してたけど、なんかよくわからなくなって、もう女の子になっちゃって、もうそっからもうぐちゃぐちゃになっちゃったみたいな感じ。これはなんかお化けの怖さというか人間的な怖さがあるな、この話は。一番不気味一番不気味やったね、この話。お母さんはてかどうなってん、結局。何が起こってん。終わっちゃった。ライトアップで変態が一瞬映し出された